コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ皆さん、今日はねルブロックスやっていくんですけども、ドアーズ、これをやっていきたいと思います。皆さん、ドアーズのフロア2新作が近々多分ねやってくると思います。でもコロンボさん、まだ100回までいけてません。なので今日は100回までチャレンジしていこうと思います。ただね、やっぱり一人ではね心細いので来ていただいてます。どうぞコロチン。うわー、やっほー。ちょっと待って、お前誰だ、お前コロチンだよ。ね、見た目がなんかおかしい、おかしい、どうしたそれ。ちょっと最近ダイエットしてさ。いや、失敗してるだろ、どう考えてもそれ。ここの浮き輪肉がな、なかなか落ちないんだよな。いや、はい、ということでね、コロチ、ドアーズ知ってる？はい、ドアーズ。ドアーズ、名前は知ってるけど、やったことないんだよね。なるほどね、ドアーズは、まあ、とにかくね、いっぱいね、こう、扉を開けてって、高い階層を目指していくみたいなゲームなんだけど、うんうん、まあ、それだけだよね。また怖い化け物とか出るんじゃないの？それはない。トラコ約束します。コロンボさんもう80回ぐらいまでで諦めたからさ、コロチーと一緒に今日は頑張りたいんだよね。100回まで、100回目指して頑張ろう。さあ、それではドアーズを100回目指していく前に、頑張れコロンボさん、100回まで応援してるぜっていう人は高評価、コロチーも頑張れって思う人はチャンネル登録と通知の設定もよろしくね。よろしく。さあ、じゃあコロチー、楽しい、ね、冒険にじゃあ行こうよ今日も。オッケー、行こう。よし、エレベーターへゴーゴー。よーし、楽しみですね。さあ、オッケーですよ。コロチー、しっかり準備しな、しっかり準備しないとダメだよ。オッケー、しっかりと準備してコロチー。なんかコロチーえ、コロチ、また見た目変わってんだけど。待って、自分じゃ見えないから分かんないよ。コロチさ、もう普通の人間モードになってるわ、なんか今、もうコロチ姿変わりすぎ、もう普通のおじさんになっちゃったよコロチ。でかっ、でっかいおじさんだよ。ついてきて、まずついてきなコロチ。オッケーオッケー、何をしていくの？もうなんか鍵と か行きたい道、扉が閉まってたりするんだよね。鍵を使って扉を開けていけばいいだけのゲーム。そういうことだよ。これ簡単でしょ、かなり。オッケー、開けるね、お願い。よし、行こう。これで1って感じ。そうそうそう、ほら見て、扉に数字書いてあるでしょ。なるほどなるほど、これで100ルーム目、100回目を目指すって感じなんだね。そういうこと。すごく、どう聞いてる、簡単でしょ、もうすでに。簡単じゃん、こんなぬるいゲーム選ぶなんて。でもコロボさんね、80回で諦めたんだよ。なんで、ただ進んでくだけでしょ。そうだよ、サクサク行こうよ、サクサク。わかったよ、ちょっとじゃあ先ちょっと行ってみて、そっち。特に何もないね、鍵もついてないじゃん。そうだね、たまについてるとこがあるんだよ。ちなみにねコロチ、はい、こういうとこあさるとほらなんか入ってたりするんだよ。あー、ほんとだ、何これ、これね、アイテム、これは何もない、これは取れない。そう、たまになんか落ちてたりするから、うん、ちょっと見て、見ていきな。オッケー。ちなみにこういうロッカーも開けられるんだよ、ほら。あ、ちょっとコロンボさん帽子が飛び出てたけど。そう、隠れることも一応できるんだよね。なるほど、何から隠れるんだ。まあ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 、そういう気分あるでしょ、たまにこう穴に入りたいみたいなさ。恥ずかしい思いをしたら隠れればいいんだね。うん、そう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 。ちょっと今恥ずかしかったな。なんか声がするよ。何、どうした、なんか、何しよう、なんか来た、なんだよ、わーい、コロチ、なんかやられちゃったんだけど。あ、なんか来たじゃん。実はここ化け物出るんだわ。もう毎回毎回聞いてないよ。さあ、ではね、一回仕切り直しましょう。はい。はい、じゃあということでね、戻ってきました。コロチ、ごめん。ひどすぎる。ごめんってば。まあ、そういうことで、このね、ホテル、化け物だらけです、正直言って。なので、この化け物をいろんな方法で回避しながら、100回を目指す、そんな感じです。なるほど、なるほど。コロチ、化け物のこと知らないと思うから、コロボさんが教えてあげるね、どんな化け物なのかっていうのは。オッケー、ちゃんと守ってよ。守るぜ。じゃあ、一緒に頑張ろう。頑張ろう。うおー。
よし、ちょっとコロンボさんが必要なものを買っとくね。お願いだよ、コロンボさんにも騙されないからね。もうまあ騙さないから安心してよ。よし、いけ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 、オッケーオッケー、いけ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 、鍵鍵鍵、鍵取ってきなさい。ほら、しゃがむ、アクションはしゃがむしかないね。一応あと走りがあるか、走りもないか。なさっき化け物がさ、電源がカチカチなったでしょ、うん、うんうん、カチカチなったらあのね、やばい化け物来るから、そういう時はこのロッカーに隠れるんだよ。なるほどなるほど、こうやってね、そういうこと、隠れればいいんだね。カチカチなったら気をつけるんだよ。コロチーも帽子はみ出とる。でね、扉もダミーがあったりするからちょっと気をつけてね、うん、ダミーね、そう、注意深くいかないとだね。そういうことさ、注意怠るな。怠った瞬間後ろからズブリだぞ。後ろから、後ろにいるのは君だろ。ああそうさ。ちなみにいろんなアイテムがあったりするんだよ、このゲームは。あ、ここは鍵がかかってるから、そうだ、ね、鍵を探そうってことだね、うん、見つけに行かないとだわ。オッケー、楽勝楽、あったあったあった、おーあったあったあった、取っとくよ。あ、お願いします。ほらコロチ、お前にさせてやる。ほら、やめろやめろ。こんなことしてる気もありません。もう12階だよ、うん、おーマジかよ。お、暗くなってるよ。おっと、ま、任せてコロチ、ライトをつけます。はい、そっか、電気がついてない部屋もあるんだ。そういうこと。だからね、たまにこういうライト、ライター、あ、みんなコロチ気をつけて来るよ。今カチカチした。はい、入って、早く早く入って。何やってんの、なんかいたよ。あー、そうだそうだ、危ねー、危なかった今コロチ。もう大丈夫だよ。なんかちょっとダメージ受けたんだけど。スクリーチっていうね、後ろからだついてくる変なちっちゃいやつもいて、チキチキとかいう音が聞こえたらすぐね、下か上かを見なきゃいけないんだよ。下か上か、右か左か、後ろかを。あと気をつけなきゃいけないのは、目玉みたいのがあって、目玉みたいなやつ見れたらそいつの方を見ちゃいけないよ。目を背けなきゃいけないんだね。そういうこと、現実と一緒だ。コロチ、何か思い覚悟があるな。さとは、なんかここ扉ある。ここはね、謎解きなんですよ。謎解き、絵があるでしょ、うん、うん、これ取れるんだけど、こんな感じでね、ああ取れるんだ、同じ額縁の形のとこに入れ替えていくんですよ。ああ、なるほどなるほど、そういうことさ。これはじゃあ、こっちで、これがこっちで、ここだ。おお、素晴らしい、開きましたよ。楽勝楽勝。お、17階来たよ。ほら、これ100階なんて簡単じゃない。そうなんだよな。でもコロチ、なんとこのゲームボスがいます。そのボスにも注意して進みますよ。オッケー、ゾクゾクしてきたよ。オッケー、やばい、こいつ燃えるが、燃える方の人か。さては意外に今のとこかなりスムーズだな気がするんだよね。なんかなんか音がするんだよな、怖いな。どうしたコロチ、コロムさんには何も聞こえないぞ。あ、ほら見てコロチ、ピッキングアイテムがあるよ。取りな。オッケー、何これ。多分鍵を使わなくてもね、その場所を開けられる。やばい、なになになに、来るぞ。カチカチなったでしょ今。オッケー、あ、ちょっとちょっと別の場所、別の場所、別の場所。わあ、なんか来てる音がする。あー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 、通り過ぎてった。うわー、ね、してあいつが来ると暗くなっちゃうんだよな。あ、暗いよ。どこだコロチ、ほらおいでおいで。ここここ、なんかピッキング持ってるやつ来た、こわ。サクサクじゃない、もう全然な、なんか目の目がいる。これ 何すればいいんだっけ。いいかい、ここはまだ大丈夫。え、大丈夫なの、この部屋も大丈夫。この先ボスが出ます、うん、マジで。こいつはシーク、とりあえずこいつからは逃げます。逃げればいいんだね。逃げるボス戦なんで、うまいこと逃げるって感じです。オッケー、さあ来るよ。この先かな。待った、これ扉2つあるわ。どちらかがダミーってことだね。今30階だったから。ああ、なになに、やられた。どうした、大丈夫、やられたってか、ダミーの扉触れたら怒られた、怒られた。次31階だよね。そうだね、こっちだね。ってことはこれだ。あー、よかったよかったよかった。オッケー、やばいぞやばいぞ、来るぞ来るぞ。さあ行くぞ。よし、来た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 、来るよ。ボスムービー入るから。何が来るんだ。来るぞー。おー、来た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 、やばいよー、来た来た来た、やばい、めちゃめちゃだ。うわー、逃げるぞ。うわー、走ってきた。しゃがむしゃがむ、オッケー。ダッシュボタン押されてもいい。ひたすらに進めばいいんだね。そういうこと。34、こっちか。あ、
やばいやばいやばい、コロンボさんやられるかも。あーあー、やられちゃった、やられちゃったよ、シークに捕まった。うーわ、これ生き返れる？生き返ろうか、生き返ろう。よし、戻ってきた。戻ってきたね。あ、でも終わってからなのかな、39回になってる。確かに。え、シーク、スキップできたってこと？スキップできた？やった。あんな怖いやつ相手にしてられないからな。確かにな。ただし、コロチ、この生き返り、はい、多分ゲーム中に1回しかできないです。うん、え？もうできないの？もうできない。さあ、でもシークはなんとかねスキップできたけど、次のボスもね結構やばいんで覚悟してもらうしかないね。もっとやばいやつが来るってこと？やばいやばい、なんか来た、なんか来るよ。よし、隠れろ。やべえ、何にも見えない、怖いよ。コロボさん明かりないの？もうコロボさんさっきやられた時明かり全部失っちゃった。ありゃー、よしよし、こっち明かるよ。明かり、よかったよかった。階層がね上がってくとね、あ、待って、偽物扉だよ多分。そっち34じゃないかな、44か、44行ってみて。ああ、おいこっちだよ。ふざけるな、このチー、しっかり覚えよう、覚えよう、しっかりと。今が何階にいるかもちゃんと覚えなきゃいけないんだね。そうだね。46。何？え、やばいやばい。何？あ、見ちゃいけないやつだ。見ちゃいけないやつ、見ちゃいけないやつ。見ちゃった。どうだ？食らった？ちょっと食らった。よしよしよし。よしよしじゃないよ。協力していかなきゃなんだから。そうだよ。協力しようよ、コロチ。オッケー、開けるよ。え、待って、ほら、もう次50回だよ。49。ほら、ここなんかちょっと違うでしょ、今までのとこと。違うね。50回。この扉を開けた先に次のボスがいるよ。次のボスはちょっとね、いろいろやることがあって、うん、まずはね、化け物がうろついてるすごい広いフロアで本を集めなきゃいけないんだよね、うん、その本に書いてある暗号を見て暗証番号付きの鍵を開けるというわけです。オッケー、来た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 。うわー、なにこいつ。うわー、コロチ、こいつは気をつけて、しゃがむとね、うん、音がバレないらしいよ、噂によれば。音で近づいてくる化け物なんだね。で、本棚の近く通り過ぎた時にキラキラキラーと音がするから、そこにヒントの本がある。ここの、ほら、この本さ、これ見てごらん、ほら、お、あ、ほんとだ、取れるでしょ、取った。オッケー、09 09、オッケーオッケー。やばい、来てるよ。あ、こっち来た、こっち来た。どこいる、どこいる、あいつ多分そっちらへんにいると思うんだけど、どうだろう。やばい、待って、コロボさん追われてない？これ追われてる。やばい、あー、やばいやばい。ちなみにロッカーに入ってる時に、うん、襲われるとゲームが始まるから、クリックゲームみたいなのが始まるから気をつけてね。でもそっち近くにロッカーいないかな今、大丈夫？あ、オッケーオッケー、いなくなった、いなくなった。これさ、一人が本を集める役と監視する役に分かれようか、ちょっと、うん、コロボさん姿が見られてる。こっち来るよ、こっち来るよ、こっち来る、うん、こっち来るよ、こっち来る、そっち来るよ、こっち来るよ。あぶねー。オッケーオッケーオッケー。コロチ、そこさ、そこの棚ちょっと開けてごらん、うん、その辺にある。あ、今来てる。でもコロチ大丈夫？あ、オッケー、大丈夫。棚、そこら辺の棚に本があるんだよね、多分。そこにキーワードっていうか今回の開ける方法が書いてあるんだよ。さっき拾った紙かな、5桁だよね。5桁だね。左1桁目が9、うん、1桁目、じゃあ1桁目が9ね。9。あ、やばい、あ、やばいやばいやばい。あ、気をつけて。うわー、捕まっちゃったー。マジかよー。うーわ、ここまで来るんだこの人。やっと持ってこれたね。怖すぎるんだよあいつ。コロチ、これマジ役割分担をしっかりしないとやっぱダメだね、多分ね。コロンボさんがちょっと暗証番号のとこね、やるから、じゃあコロチが暗号解こうか、うん、そうだね、そうしよう。2冊目、違う違う、コロチ、あ、今ね、中央フィギュア、今中央歩いてるよ。今上の階に登ろうとして、中央中央、うん、オッケー、上の階登った。3冊目、ボーナスタイム。やばいやばい、バレた。あー、やばいやばいやばい、隠れる、逃げて、
ポッポッ追っかけられたらロッカー入れば一応ね。でリズムゲームが始まるんだよ。これ今のうちで集められるじゃん。そういえばあ、でも移動してる。あ、今ね移動したみたい。あー、なるほど。あえてあえてそうやる方法もあるね。今上にいるね。あ、また来た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 。今のうち集めてこのうち。オッケー。また来たまた来たまた来た。ちょっと下いる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 、ずっと下いる。解除しちゃおうかな。解除しちゃって、ちょっと今コロボさんが生贄になってるから。4今下いるよ今下いるよ。あ、また来たまた来たまた来た。この方法でもいいよいいよ。お互いに分担できてる。今見てるよ。来た来た来た。上いか今上。あ、解除されたよ。オッケーオッケー。今来てる来てる、やばいやばい、早く来てる来てる早く。オッケー、よし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 、やったー。役割分担大事だね。ほんとそうだね。わでもコロッチ安心するにはまだ早い。なんだってまだあと半分あるからね。これで半分。その通りさ。もうラスボスぐらいの勢いで行ったんだけど。コロボさんもさ、さあ見てコロッチ、ほらなんだここ。ここはもうほんとショップだよショップ。集めたお金で買うことができるのさ。じゃあコロンバさん何買おうかな。懐中電灯買おうかな。十字架が高いな。500円もする。十字架はね、襲あれしょ、電気を全部消しながら来るやついるじゃん。うんうん、あいつを止めることができるんだよ。なるほどなるほど。買えないからライター買っとこう。そうだね、明るさは重要だからねこの先。よし、じゃあ行くぞ。53、半分、あと半分頑張ろう。え、なんかクモがいた。え、クマ？クモがいた。コロチ、でもロッカーの中さ、コロボさん金ねえかなと思って漁ってたらクモが飛び出してダメージ食らったわ。あ、やばいやばい。あれ、かく。はい。待って、こっちないよ。急いで急いで。あ、当たったよかったよかった。すぐ隠れなくてもいいんだからね、こいつは。来た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 。まあ、ギリギリで隠れるのがオシャレっていうもんよ。なんか今ロッカー入ってたらさ、砂嵐みたいな、ビリビリビリみたいな。コロチそれね、この後半になるとロッカーに長く入ってるとね、ダメな、なんかあれがあるみたいで、ちょっとそこも気をつけなきゃいけないかも。マジで怖いなー。いやー、コロンボさんも悲願を達成したいんだよね。80何回で諦めちゃったからさ。なるほど。この後もボスみたいなのいるの？繰り返されたりする。あの、同じようにフィギュアが出たりとか。なるほど、それが難しいよね。あ、あったよレバー。ありがとう。よし、57、58。よし、ここは何もないな。覚えておいてくれるから助かる。63。なんかボロボロだよ。なんかなんか引っ掛け傷みたいなのも。え、マジであるよ。ここは、うん、鍵はあるけどもって感じだわ。なんだこりゃ。なんだ、暴れないでよコロチ。コロチじゃないよ。多分クマが入ってきたんだよ。クマが、シンプルクマ。そんなシンプルなさ、現実世界の動物もいるのかな。いるでしょう。いるんだ。じゃあめちゃくちゃ怖いな。全然クマの方が怖いんだけど普通に。登山には気をつけようね。はーい。今チカチカしてた。あ、違うか。してないしてない。紛らわしいねこれ。雷のあれとさ。ねえ。来てるよ来てるよ。来てるよ。ああ死んだ。ああ。なんてこった。あ、やばい、ちょ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 、やばい、出ないと出ないと。やばいやばいやばい。え、なにこれ。なんか起きてる。まあ、ロッカーにずっと入ってたらあれだわ。危なかったけどコロチがやられた。やられたんでコロチのライターをゲットしたと。はい、ということで皆さん、もうね、二人ではどうしてもクリアできなかったんで、普通のサーバーに入って知らない人たちやってます。ありがとう。よろしくねお二人。お願いします。よろしく。行きましょう。先導して先導先導してくれ。53。ここから先は53。あ、金塊だ。取れなかった。取られた。なんか複雑だな。ライトがないのやだな。54。あー、来るよ。あの先にする、コロンボさんは。オッケー、コロチはここに入るね。よし、
よっ。プロが入ったな、プロが入った、オッケー。待って、プロがさ、入るのすげえギリギリなんだよね、マジに。あ、それがプロだからね。なるほどね。プロの後をついていくだけさ。やばい、60まで来れたぞ。よしよしよし、ありがてえ。暗いよ。待って、ほら、プロがこっちに進んでる。すごい、なにこれ、なになに、これどうやって開けんの。 あれだ、多分レバーだ。レバーちょっと開けてくるわ。オッケー、ちょっと戻ってみよう。だ、開いてる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 。どこだ、え、あ、ほんとほんとほんと、おー、なにこれ、すごいすごいよ。プロの人は来てくれないのかな。プロの人今ついてきてくれてたんだけどな。ああ、なんだこれ、何があるの、え、なにこれ、鍵が2つあるの A000。 え、なにこれ A000。 あれさ、鍵が2つあったじゃん。でしかも奥にドクロが書いてあったから、多分だけどね、ピッキングプラスドクロの鍵で開けるんだ、うん、ああ、そういうことか、が隠し要素だね、うん、じゃ必ずそこでゲットしとかなきゃいけないってことだ。あの先どうなってるか知ってたらコメントでみんな教えて。みんなお願い。オッケー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 。初心者だからめちゃめちゃビビる。来るよ。あ、来てる来てる来てる。プロが入ってる、プロが。プロが入った。よし。さすがプロ。さすがプロだな。すぐ入ってる。すぐ入ってるわ、ちょっと。あー、見えない、何も見えない。え、もう一度。あ、ま、また来た、やばい、やられる。やられた。マジで。難しいよ。マジか。これ無理。とほほ。難しすぎ。みんな教えて、どうやってクリアするの。さあ、ということでコロチ。うん。僕たちめっちゃ頑張ったけど、やっぱダメだったね。プロの手を借りてもできませんでした。ちくしょう、ちくしょう。はい、でもね、実はコロチェ、このドアーズのね、うん、新しいゲームが出るんだよ今度。え、これの新しいゲームが出るの。そのゲームが出たらちょっとまたやりましょう。やろうやろう。まあ、100回までクリアできてないんですけどね。まあそれはもういいでしょう。さあ、じゃあコロンボさんとコロチーのドアーズ面白かったよと思ったらチャンネル登録。ドアーズの次回作もコロチーとコロンボさん活躍してほしいって人は高評価で教えてね。よろしく。よろしく。それではみんなまた会いましょう。コロンボ。バイバーイ。